今回は、死んでもかっこいいキライズルという男に対する読者の反応集を紹介します。なんなら他死んだ方がかっこいい人。穴に響くよ。穴から月が見えてる演出かっこいい。イズルの胸に穴が開いててそこから月見えたらかっこいいなと思いついたので穴開けました。いやマジでそのために殺したまであるぐらいさっと行かれたもんな。天才すぎてグーの根も出ねえ。穴から見る月を思いつかせる意味は師匠に好かれてるキャラ。月が見えてるのおしゃれすぎるだろ。体越しに月とか最後のおしゃれ度が高すぎる。ちょっとかっこよすぎる。あんまり活躍してないけど根強い人気あるよね。ヒサギもそうだけど出番に対してキャラ造形がだいぶ強い。人気投票でも上位によく見た覚えがある。キラは副隊長の中でも特にオシャレ度が高い。何かこの神秘臭さが女性人気高いんだろうなってすげえわかる。かっこいいなこいつ。そういえば声が桜井だったな。いわゆる陰キャ的な造形に桜井声が刺さる刺さる。ゆえにはビスケとかオシャレだしな。ゆえにはビスケの一連の流れだけでかなり票持っていってると思うわ。登場時のあの性格で敵に頭を下げさせる能力なのが最高にオシャレだと思う。自分の足を切りつけて上から相手を踏み潰すというゾンビならではの戦法もめっちゃオシャレだった。面を上げろって会合もかっこいい。能力で頭を下げさせるくせに会合は面を上げろなのオシャレすぎだろ。ワビスケがかっこよすぎるのが悪い。しかも強い。性能が渋いのが最高だよね。あの首切りはかっこよすぎるわ。戦士が命乞いをするものじゃないよ。能力がごちゃごちゃしてなくてシンプルで強いのがまたいいよな。東四郎とかみたいに技のバリエーションとかはないけど、ほとんどのやつが対処できないよなこの能力。このバトルは本当にかっこよかった。バトルというか刀とその能力の種明かしだけど、当たれば重くなるって能力は明かされてたけど、あんなおぞましいものだとは思ってなかったよ。ワビスケのネタバラシするのも、大体勝負が決まってから語り出すのも俺の中のオシャレポイント高い。刀の形の説明とかとどめのセリフとか超かっこよかったよねこの戦闘。イズルはオシャレポイント高いよね。オシャレポイントに全てを捧げた男。キラはなんというか影の方向に最高にかっこいいんだよな。きらびやかなかっこよさじゃなくて暗い感じが最高に刺さる。こういう陰湿な有能さ、実にかっこいい。キラはオシャレでかっこいいシーン多すぎる。よほど相性悪くない限り五分に近い相手ならほぼ確実に勝てる能力。雑に強すぎる。何が怖いって視界を解いたら効力消えるとかでもなく普通にずっと重くなるところ。疾風のゲイルと同じか。重くなるのが切って即じゃなく若干ラグあって、重くなる頃には切った回数かさんでるのがいやらしい。つばぜり合いで相手の刃をあの折れてるとこに受け流せば一度に二度三度切りつけれるからな。割と理にかなってる。攻撃をみんな大体刀で受け止めるからしっかり刺さる。これ初見殺しにも程があると思う。乱菊さんの四白章を切りつけたらずるっと脱げるのかなとか中学生の頃考えててすいませんでした。その発想はなかった。乱菊相手の時は本当に残白刀としか切り結ばない程度に気遣ってるのいいよね。かっこいいからもっと活躍してほしかった。切り合える相手ならほぼ必勝の壊れ能力だが、霊圧に差があったら重くなりませんとかされるんだろうか。受け止められないでそのまま切られそう。その場合はどちらかというと、霊圧ブーストで重くても関係ねえってゴリ押しで負けるパターン。バカ力タイプのキャラは多分逆に重さ利用してくるよね。多分力量差がありすぎるとゴリ押しで破られるんだろうなとは思う。ゆるるんには圧勝してたよな。一応この鳥自体は近接戦をする必要がないやつだったから相性は良かったんだが、近寄れねえな、相性悪いな、どうすっかなと思ってたら自分から近づいてきたよ。殺せなければ動きを封じる。ミラクルあたりも倒せたんじゃねこいつ。ミラクルは能力停止してもミラクル起こしてくるから、視界の時点で完成度高すぎて挽回が想像できん。挽回級の強さと描写のせいで挽回が一切思いつかない。挽回の能力見てみたいけど、視界が完成されすぎてて何を出しされてもこれじゃないになりそうな気もする。めちゃくちゃ特殊で周りも巻き込むタイプで普段は結局ワビスケしか使えないとかになりそう。ギロチンみたいな見た目になりそうだなとか妄想してた。挽回があったら弾頭台みたいな形になりそうでワクワクする。ワビギロチン。ワビスケが大量に並んだ処刑台か。閻魔コオロギみたいな刀に触れてるやつだけ無効になる重力場空間とか。クソ超重力で這いつくばらせて首の上にワビ設置、触れた瞬間解除、立ち上がろうとしてブシャー。妄想だけど挽回まで行くと、相手に罪を植え付けて自戒させるみたいな概念形になりそうな気がする。挽回したらこれ以上にえげつないことになりそう。条件満たすとその瞬間首落ちるようなの。
能力バトルが多いとはいえチャンバラもそこそこやる刀がメイン武器の漫画で、チャンバラした時点でほぼ勝ちが確定する能力は漫画的に使いにくすぎる。そりゃ切り合いしてくれない相手とばかり当たるわ。格好良い見せ場を局所的にもらったんだからいいだろ。見ろよあの挽回しても格好悪い見せ場しかもらえないのと、そもそも戦わせてすらもらえなかったバイザードの大半。視界の時点で能力がぶっ壊れだからな。ゾンビ化して霊圧は隊長クラスにも引けを取らなくなったし、普通にやったら近接キャラに勝ち目がねえレベル。ほんと一部の近接物理系挽回の立場がないよはビスケ。彼の人生は一体何だったんだ。師匠の勢いで殺されて師匠の勢いで復活した男。穴に響くよからの死人はアニメで盛り上がるだろうから期待。穴じゃなくて穴なのが師匠のセンスの賜物だよな。雑に殺されたというか雑に殺さないと近接では能力が強すぎる。相手はキラの攻撃を全部避けないと重量倍々ゲームで増えるしすぐ無理ゲーだ。マッチング相手は遠距離や概念攻撃する敵になるけど、そうなるとキラにできることがないせいでワンサイドゲームになって漫画的に盛り上がらないという。二撃決殺が霊圧差で効かないのが本当なら上位相手にはただの使いにくそうな形の刀になる。でもアイゼンの霊圧さ云々は単に催眠によって攻撃をかわしてただけなのをそれっぽく言っただけかもしれんので、当たれば特殊能力系も上位相手に通用するのかもしれない。なんせアイゼンの言うことだし。霊圧だけでに下手すると白夜とかソイフォンより強い可能性ある。